この舞台には初めて立たさせていただくことになりました。普段我々このグループって1年前にできたグループでして、なかなか練習する機会も少ないんですけど、この今日の舞台に向かいまして少しやってまいりましたので、楽しんでいただければと思います。それじゃあ最初はくるみ割り人形っていうクラシックからやらさせていただきます。私たちは昨年からですね、クラシックの、ウクレレっていうのを少し勉強し始めまして、また来年に向けても今準備をしているところなんですけども、なんとかくるみ割り人形的に聞こえれば嬉しかったです。それじゃあ2曲目なんですが、次はハワイアンの曲でマウナロアというハワイアンを演奏したいと思います。大変タシチャンリズムが軽快なリズムで、楽しみできればと思います。
ーのマウナロアをお聴きいただきました。それではあの3曲目ですけども、クラシックハワイアンときまして、今から 4,50 年ぐらい前になりますけれども、チューリップというフォークソングのグループがおりました。財津和夫さんという方が作詞作曲した最大のヒット曲、心の旅、歌います。では行きます。ワン、ツー、スリー、フォー。あなたが今夜だけは君を抱いて、1年に1回か2回いくつかのグループとジョイントでやってる経験はあるんですが、はい、こういうようなステージは初めてで、まあ、非常にアットホームでいいんですけどもお客様が近いということで少し上がりました。近いとやっぱ緊張しますね。
しますね、はいはい、ありがとうございました。7月3日に逗子プラザホールで、第15回フラウクレレジョイントコンサートに出演が設定されているということ で、ね、はい、じゃあ今それに向けてもう練習中って感じですか。そうですね、ぜひ頑張ってください。ありがとうございます、はい、どうもありがとうございました。